時々胸がドキンとする。という訴えから考えられる不整脈はどれか。一つ選べ。防湿ブロック。頭痛に伴う目の症状と原因疾患の組み合わせで正しいのはどれか。一つ選べ。毛様充血。緑内障発作。 意識障害をきたす疾患で、一時性脳病変によるのがどれか。一つ選べ。髄膜炎。頭痛の訴えの中で、最も緊急度が高いのはどれか。一つ選べ。玄関を出るときに、突然激痛が起こりました。交換神経急進路を介して感じる共通はどれか。 一つ選べ心筋梗塞腹部大動脈瘤破裂で見られる特徴的な所見はどれか一つ選べ強い右肺部痛変則下肢に突然の痛み霊感及び麻痺をきたす疾患に見られる所見はどれか一つ選べ 質化動脈拍動の食事不良。痙攣重積により生じる状態はどれか。一つ選べ。高二酸化炭素結晶。食中毒の原因として、食後最も早期に腹痛が出現するのはどれか。一つ選べ。黄色ブ葡萄球菌。 意識障害をきたす疾患のうち、特徴的な呼吸を認めるのはどれか。一つ選べ。糖尿病性ケトアシドーシス。痙攣を起こす疾患で、脳の拒絶が原因となるのはどれか。一つ選べ。完全防止ブロック。動機の随伴症状で緊急度が高いのはどれか。 一つ選べ。めまい。おかん、高熱および混濁尿を特徴とする、緊急度の高い疾患はどれか。一つ選べ。ジノジエン炎。貧血の症候でないのはどれか。一つ選べ。チアノーゼ。 死死動脈の急性促栓症の原因で最も多いのはどれか一つ選べ。心房細動。肝硬変で合成の低下による初見はどれか一つ選べ。出血傾向。中枢神経の変性疾患はどれか一つ選べ。 パーキンソン病。アナフィラキシーで最も緊急度の高い所見はどれか。一つ選べ。吸気性全明。清掃年転症、制作年転症の後発時期はどれか。一つ選べ。思春期。 感染性脳炎の原因微生物として、最も多いのはどれか。一つ選べ。ウイルス。認知症の BPSD 周辺症状の行動症状はどれか。一つ選べ。徘徊。自傷行為が疑われる傷病者への対応について、適切なのはどれか。一つ選べ。 現時点で自殺燃料があるか確認する。糖尿病について正しいのはどれか。一つ選べ。一型糖尿病は若年者に後発する。間質性肺炎の特徴について正しいのはどれか。一つ選べ。老寸時に呼吸困難が出る。 重症菌無力症について、正しいのはどれか。一つ選べ。眼検過水を認める。感染症の予防及び、感染症の患者に対する医療に関する法律で、二類感染症に含まれるのはどれか。一つ選べ。結核。お疲れ様でした。